疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今終えたばかりですが、はい、いかがでしたか。もうすがすがしい気持ちです。はい。すがすがしい。すがすがしく終われたなっていう感じ。そうですね。はい。本当に、はい、ただ歌ってただけなんで僕は。はい。でも良かったと思います。はい。うん。そうです。なんかにこやかにお客様も見てくださって。そうですね。はい。決してこう大爆笑だハッハーっていう感じではなかったんですけど、ニコニコこう本当にただ歌を聴いてるお客さんみたいな、はい、鑑賞の方もいらっしゃる。そうですね。今年はどのように2人で漫才積み上げてきましたか。でも本当に今その得意な歌とかそういうネタも作りつつ、他のネタも作りつつ、得意なところも伸ばしつつ、他の部分もこう広げていったような感じですかね。なんかこれ面白いんじゃないかっていう、なんかそこを膨らましてって感じですかね、はいうんはい、去年に比べて原田もちょっと歌うまくなってきたところもあって、幅が広がったかなっていう。去年こう敗者復活戦まで経験されて、2人で何か得たものといいますか、なんかやっぱなんていうんでしょうね、芸人としての説得力じゃないですけど、なんか厚み、芸人力みたいなとこが決勝行くために大事なんじゃないかなって思いますね。うん、周りの漫才を見て感じたんですか。感じましたね。やっぱり決勝行く人たちっていうのはやっぱそのまとう面白い雰囲気であったりとか、そういう部分もかなり要素としてあるんじゃないかなって思うんで、そういうとこもちょっとね、今年磨きをかけてきたかなっていうとこありますね。そうですね。本当にもう肝を据えて、とにかくどっしり自分たちが面白いと思うことをぶつける、それのみ、はい、それをいかにいい球を投げれるか、その球種を増やしてスピードも上げて、あのそれで言うんだったら俺はその回転数の方だと思うな。はい、回転数で、その球で言うとその肝を据えてこう、うん、いかにこうスピンの効いた回転数の高い球を投げれるかってことじゃなくて、それもあります。まあ、球種よりもね、今そのお前が言おうとしたことで言うんだったら、はい、多分回転数のとこじゃないか、まあ、球種とかも大事だと思いますけど、いろんなボケがあって、うん、例えば落ちるボケがあったり、ちょっとこう内側に食い込むボケがあったり、あいやでもそれはさっきお前が言ったような最初に言ったことではないことだな、うん、スピンだね、スピンです